皆さん、こんにちは。被差別部落、地域とは、近世以降、封建的身分制度の下で、最下層に位置づけられた人々を中心に形成され、今なお様々な形で差別をかぶっている地域を指します。現在の部落の人たちにつながる集団は、まず中世の社会的差別によって形作られました。そして江戸時代に入ると、その人々は、法的、制度的に得た、身分などとして固定されてゆきます。この先民身分の人々の居住していた地域が今日の一般的な被差別部落につながっていると考えられています。明治政府は封建的身分を廃止し、これにより少なくとも法制度上においては部落の人々も他の平民と同じ扱いを受ける権利が認められました。しかし法律上の平等が認められたにもかかわらず、伝統的な慣習上の差別は容易にはなくなりませんでした。また政府は近代的な国家建設に向けて、衛生、教育、勤勉といった社会的な価値規範の普及に力を入れてゆきます。その結果、貧困で低位な生活状況にあった部落の人々は、未開や劣等などの負のイメージで捉えられるようになりました。このような時代背景のもと、明治以後も、部落の人々に対する新たな差別意識が形成されていったのです。このように現代においても部落差別は深刻な問題をはらんでいます。それでは部落出身の男性芸能人についてご紹介していきます。田原俊彦さんは1979年に TBS 系ドラマ3年 B 組金八先生に出演。翌年、野村義雄、近藤真彦とタノキントリオを結成。80年代アイドルシーンの頂点に立ちました。現在も地道に歌手活動を続け、ライブやディナーショーを行ってファンを楽しませています。出身地は一部では神奈川県横須賀市と言われていますが、実は山梨県の童話地区のようで、被差別地域出身者と言われています。幼い頃に父親を亡くしている田原俊彦さん、4人の子供を育てるため母親は必死で働くも、決して生活は楽ではありませんでした。そのため学校の給食費を支払うのも精一杯。クラスで物がなくなると田原俊彦さんが疑われることもあったそうです。この暮らしから抜け出すために思いついたのが芸能界入り。そう考えた田原俊彦さんは中学生の頃から芸能界に入ることを決意していたそうです。そう思いながらも行動に移せるのは本当にすごいこと。決して裕福とは言えない生活の中で、負けん気と向上心は人一倍に育ったのでしょう。そして見事に芸能界で大成功を収めて一発逆転。田原俊彦さんはジャニーズドリームを叶えたと言っても過言ではありません。氷室京介、布袋寅泰さんらとボーイとして活動。80年代の日本ロック界を代表するバンドとして絶大な人気を誇ります。88年の解散後はソロへ転向。ファーストソロアルバム「フラワーズ・フォー・アルジャーノン」は日本レコード大賞アルバム大賞を受賞。94年の渡米後はロサンゼルスに居を構えて制作活動を行います。2011年には東日本大震災の復興支援チャリティ公演で全曲ボーイの楽曲を熱唱して話題を呼びました。氷室さんの実家は群馬県高崎市倉賀野町で、寺西精肉店を経営しており、一部からは被差別地域出身者を疑う声が聞かれています。実は氷室京介さんのお父様も昔はいろいろとやんちゃをしていた方で、寺西家の教育方針はかなりの放任主義だったようです。中学生時代から暴れていた氷室京介さんはその後何度も警察のお世話にもなっているようですが、それでも父親は何も言わなかったそうです。地元の公立校である倉賀野中学校に進学した氷室京介さんは、母親に縫ってもらった学生服で入学式に出席します。ですがその制服のズボンが当時の不良たちに大人気だったボンタンと呼ばれる太もも部分が太く裾は細く絞ったものでした。もしかすると父親のお下がりだったのかもしれませんね。そんな氷室京介さんは早速上級生の不良たちに目をつけられ、校舎裏に呼び出されるのですが、氷室京介さんは見事返り討ちにしたのだとか。これをきっかけに喧嘩に目覚めた氷室京介さんは、それからというのも喧嘩三昧の毎日を送ることになります。その後、氷室京介さんは当時を振り返って、喧嘩は強くはないと謙遜するも、
売られた喧嘩は必ず買っていたと語っています。高校に入った頃には群馬県内でも喧嘩が強いことで知られた存在になっていたようです。ダメだよあんなの、路上のプロだもん。この言葉はかつて芸能界で喧嘩最強と謳われた吉川晃司さんがとあるバラエティ番組に出演した際に氷室京介さんを称してコメントした有名な発言なんですよね。あの数々の武勇伝を残す吉川晃司さんが喧嘩のプロと認めるくらいですから、氷室京介さんの最強っぷりが想像できると話題になりました。あの人がいたところは皆が危ないから遠回りしようみたいな感じで、この発言は氷室京介さんとは地元が同じで彼の学生時代をよく知っている布袋寅泰さんがボーイ時代に発言したものです。さらに布袋寅泰さんは昔の氷室京介さんの印象を聞かれた際には次のようにも答えています。ただただ怖いだけですよ。氷室さんは高校2年生の時に音楽を始められたそうで、同じ学校に通っていた松井恒松さんとバンドを組んでいました。上京後バンド活動をしながら紐のような生活をしていたそうですが、このままではまずいと感じ、夢を叶えるための仮の姿だと自分に言い聞かせ、英語教材を販売する会社に就職します。40万円のセットがよく売れ、全国売上8位となり月給150万円にもなったそうです。しかし上司に過度に将来性を期待されることが重荷で、このままでは夢を諦めないといけなくなると考え、上司に音楽で夢をつかみたいんですと事情を話し円満退社したそうです。その後1980年にデビューしたものの、思い通りにならないことが続いていたそうです。群馬へ帰る決意もした頃、当時の彼女からもらったチケットで思い出のつもりで7月5日日比谷野外音楽堂での RC サクセションのライブを見たところ、それが新たなモチベーションを与えたと言われています。そして当時18歳の布袋寅泰さんを電話で六本木のアマンドに呼び出し、バンド結成の話を持ちかけたそうです。そして彼の協力のもと曲を作り、新たなバンド作りに取り掛かります。二人が再会した際に布袋さんは、群馬時代は硬派な印象だった氷室の風貌がニューウェーブ風になっていることに驚いたというエピソードを残しています。9月に松井恒松さんが加入、その後深澤和明さん、諸星敦さんが加入、1982年氷室京介の名前でロックバンドボーイのボーカリストとしてアルバム「モラル」でデビューします。1987年12月24日およそ6年の活動期間をもてボーイは解散してしまいますが、その後1988年シングル「エンジェル」でソロデビューし、現在はライブなどの歌手活動は引退しただけで、楽曲提供プロデュースなどは行っているようなので裏方として音楽関わっています。赤井秀和さんは日本の元プロボクサーで俳優、テレビタレントです。ボクサーとしてなにわのロッキーの異名を取る活躍を見せた後、俳優に転身、現在は大阪ではバラエティとしての活動、東京では俳優としての活動が主体となっています。そんな赤井英和さんは被差別地域として知られる大阪市西成区の愛林地区出身で、実家は漬物屋を経営していました。中学から高校時代は喧嘩に負けたことがなく、大阪一帯で赤井秀和さんの名前を知らない人はいなかったほど、自分より弱い者には絶対に手は出さず、常にここで一番強いの誰や、勝負せえと道場破りのような喧嘩を繰り返していたそうです。しかし自伝などによれば両手の指に数えられるくらいしかしたことがないと主張をしているようです。同世代に同じく喧嘩が強いとされていた前田明さんがいて、この二人のエピソードをもとに喧嘩の花道という作品が作られました。当時は近隣で有名な不良であった亀田三兄弟が、高校に進学したら赤井を倒すと吹聴しているのを聞きつけ、学校をサボって亀田長慶の通う中学に乗り込みどつきに行った、四郎くんはまだ小学生だったと語っています。オール巨人、大阪府出身のお笑い芸人、1975年結成の漫才コンビオール阪神・巨人のメンバーで
主にボケを担当しています。主な出演作は朝日放送、教えて、ニュースライブ正義の味方、お笑いネットワーク発漫才の殿堂などがあります。1951年に大阪の天王寺区で生まれたオール巨人も在日韓国人との噂が根強く、それが原因で被差別地域出身者ではないかと噂になっています。現在も大御所として引っ張りだこのオール巨人さんですが、コンビ結成初期からの年収はそれほどなく過酷だったようです。巨人さんはデビューして 3,4 年目ぐらいできたという漫才ブーム以前から東京での仕事も多かったとようですが、それまでは貧乏生活だったようで、金も全くなかったし、東京で泊まってもホテルから一歩も出れなかった。金もないから、でもみんな誘われなくて、金ないから俺払わなあかんなったらどうしようっていつも思っていたから、阪神も俺も全然ホテルから出えへんかったと当時を語っています。ただ1年目巨人阪神個人個人で36万から、次の年は70万になって、その次の年は140万とずっと倍となり、4000万ぐらいまで伸びていったと詳細に告白し、順調に増加していったことを明かしていました。屋敷鷹人自身最大のヒット曲は東京が60万枚以上を記録し、1994年の全日本有線放送大賞では審査員特別賞を受賞、さらに日本放送演芸大賞、ホープ賞、上方お笑い大賞、審査員特別賞を受賞するなど、マルチに活躍した芸能界のご意見番です。屋敷鷹人さんの父親は在日韓国人であったことは伏せられていましたが、被差別部落出身でジャーナリストの門岡信彦氏によって明かされ、これがきっかけで屋敷鷹人さん本人は被差別地域出身者だったと噂されました。大阪市西成区で男ばかり4人兄弟の次男として屋敷鷹人さんは誕生しました。父親の権三郎は工場、パチンコ屋などを経営する裕福な家庭だったそうですが、2度倒産を経験するなど浮き沈みも激しかったようです。小学生の頃は野球に熱中し、強豪チームに所属、地元公立中学の野球部では主将、捕手、4番打者となり、複数の野球強豪高校からの誘いもありましたが、才能がないときっぱり諦めました。一方、ラジオで聞いたコニー・フランシスのボーイ・ハントで音楽に目覚め、ビートルズの抱きしめたいもレコードを購入、2歳上の兄に歌声を褒められ音楽家を志すようになります。桃山学院高等学校在学中は新聞記者に憧れ新聞部に所属、朝日新聞社主催の全国新聞コンクールに入選も果たしています。高校時代、同級生の小谷幸雄が作詞、鷹人さんが作曲したコーヒーインタイムが NHK あなたのメロディーに採用され、ザ・スパイダースをバックに歌手の奥村千代が歌いました。大学受験に失敗し、系列の桃山学院大学経済学部に進学しながら別の大学を目指す仮面浪人となります。父に将来は新聞記者か音楽家になりたいと相談しますが、会社を手伝わせるつもりだった父は激怒し、鷹人さんを勘当したそうです。そして家を飛び出し、大学に入っては中退を2回繰り返します。大学を2回中退できるというのもボンボンなのを考慮すると納得がいきますね。屋敷鷹人さんにとっては自分探しの時代だったのでしょう。屋敷鷹人さんは京都祇園のクラブで弾き語りをしていたことがきっかけで1971年歌手デビューします。歌を聴かない客がいるとすぐ喧嘩する面白いやつがいるというのがそのきっかけだそうですが、やはり歌心があったのでしょう。しかし歌手としての屋敷鷹人さんは10年以上鳴かず飛ばずでした。結局その達者な喋りが受けてタレント活動を始めた屋敷鷹人さん、その後も芸能界で大きく名を馳せたでした。西川きよし、デメキンのようなギョロ目に大きい鼻の穴、メガネが特徴で、17歳で吉本興業に入り、1966年横山やすしとやすしきよしを結成、一世を風靡します。1986年に自身が参議院議員選挙で当選、2004年まで議員として活動したお笑い界の重鎮です。
出身地は高知県高知市朝倉ですが、親戚に部落解放同盟会員がいるとの情報が流れたため、被差別地域出身だと噂されました。小学生だった時に父親の事業がうまくいかなくなり、逃げるように大阪に引っ越したのだとか、小さい頃に大変な思いをしていたのですね。西川清さんは高校にも行きたかったようですが、父親が病気になったので諦めたそうです。中学を卒業して一旦自動車修理工場に就職したものの、上半身を大やけど、半年も入院するほどの重傷を負いました。結局修理工場の仕事を辞めてしまった西川清さん、もともと周囲を笑わせるのが得意だったこともあり、喜劇俳優の石井仁さんに弟子入りしたといいます。西川清さんが17歳の時のことでした。19歳の頃に人手不足だった吉本新喜劇に研究生として入団しています。そこから現在でも吉本興業に所属しており、2020年に文化功労賞に選出されるなど、輝かしい経歴とともにどんな人からも親しまれる人で活躍をされています。沢田研二さんはジュリーの愛称で知られ、1960年代後半のグループサウンズ全盛期からスーパースターとして活躍し、ソロとしてのシングル総売上は1241万枚を記録。ザ・タイガース、PYG 時代も含めたシングルの総売上は1668万枚に上ります。沢田研二さんは京都府京都市の被差別部落地区で育ったとされており、被差別地域出身者と噂されている一人です。沢田研二さんは1948年6月25日に鳥取県で生まれました。生後間もなく京都府に移り、学校は京都市立第三近隣小から岡崎中学校、そして京都府立大木高に入学し、芸能活動を送るため後に中退しています。ご両親やご兄弟のことは口述しますが、調べてみると例えば生活に困窮するようなことはなく、ごく一般的な家庭のよう。沢田研二さんは運動神経に恵まれていたようで、子供の頃からスポーツばかりやっていたそうで、特に野球に目覚め、周囲にはプロ野球選手になりたいと話していたとのこと。本心は歌手や俳優に憧れていたそうですが、父親がかつて映画の世界で修行しながら諦めたという経緯があり、自分もどうせ慣れっこないと思い込んでいましたとのこと。中学時代は野球部のキャプテン、京都市大会で好成績を収め府大会に進出しますが、レベルの高い選手と触れ合い野球を続けることを断念。高校進学後は目標を失って、当時は不良のたまり場と言われたダンス喫茶に出入りするようになります。一曲覚えてきたら歌わしたると言われ、一生懸命に覚えて歌った時の快感が忘れれなくなり、バンドマスターの付き人を務めながら歌っていると、後のザ・タイガースとなるファニーズというグループのメンバーたちがボーカルを探していて、沢田研二さんが声をかけられたそうです。そのファニーズ時代の1966年、ザ・ビートルズが来日して東京の日本武道館でコンサートを開催した時、沢田研二さんはファンからチケットをプレゼントされ、足を運んだそうですが、ものすごいものを見たという感じ、こんなものにはなれないとしか思えなかったと言いますが、後にその武道館では何度も多くの人々を熱狂させることになるわけですから、人生はわからないものですね。島田紳助さんは日本を代表する司会者として活躍していました。2000年代に入った頃から司会番組を次々と当て、その地位を確固たるものとしました。途中、元マネージャーの女性への暴行事件で活動自粛に追い込まれたものの、その地位は揺るぎませんでした。島田紳助さんは京都府京都市南区出身ですが、この地域には牛馬などの家畜を屠殺し食肉に加工する場所が多くあります。この土壌は通常エタの居住地付近に作られましたが、そのため被差別地域出身なのではと噂されていました。島田紳助さんが幼い頃は一人っ子だったことで非常に甘やかされていたそうです。欲しいものがあればねだっていたら高価なおもちゃを買ってくれていました。小学校に入学して卒業するまで靴下を母親が履かせてくれていたそう。普通の家庭でも同じだと思っていたそうです。父親は教育熱心で、小学校3年生から
家庭教師をつけてくれました。小学校時代は食事の時、母親が島田紳助さんの口を開けさせて食べさせていました。小学校を卒業して公立の中学校に入学しました。小学校から中学校までの距離は約260メートルと、歩いても5分もかからない場所です。中学校に入学した島田紳助さんは、中1までは普通の生徒でした。部活動は廃部になりかけた剣道部に所属し再建しました。しかし学年が変わって2年生になった時に徐々にグレ始めたのです。その理由は国鉄に勤めていた父親が昇級試験の筆記試験は合格するが、面接試験になっていつも不合格になったことでした。そのことを島田紳助さんは、人間は真面目なだけではダメと受け止めたのです。グレた島田紳助さんは中学2年生頃から勉強をしなくなりました。勉強は嫌いではありませんでしたが、落第ギリギリの勉強しかしませんでした。素行不良で学校の窓ガラスを割ったり、学校で盗品を販売したりしていました。また授業をサボり途中抜け出してパチンコ屋に出かけていました。なんとか中学校を卒業して高校受験を果たし、私立大谷高等学校に入学することができました。高校に入学してからもグレるのがエスカレートして、応援団暴走族のメンバーになりました。タバコ、シンナー、恐喝は日常茶飯事。20人の仲間たちは喧嘩が弱く、揉め事は話し合いで決着していたと後にネタにしています。高校時代ボクシングをしてアマチュアの大会に出場したそうですが、高校中学とグレていたことで犯罪が発覚して家庭裁判所に送致されたことで、結果どころではなかったそうです。そして高校時代、島田紳助さんはテレビで B&B の漫才を見て深い感銘を受けました。それがきっかけで島田紳助さんは漫才師を志し、1974年に島田洋之助さんと北代さんの下で弟子入りし、内弟子となりました。その後も紆余曲折を経て日本のお笑い界バラエティ番組で活躍し、明石家さんまさんと並んで地位を築きました。山城慎吾、昭和32年第4期ニューフェイスとして東映に入社し、33年台風息子でデビューすると、34から35年テレビ映画風小僧、白馬童子の主役に抜擢され人気者となりました。後脇役に回り、東映時代劇任侠路線で二枚目半的な境地を開き、1970年代は東映のヤクザ映画仁義なき戦いシリーズに出演して話題となりました。山城さんの実家は代々醤油の醸造元だったそうですが、お父さんはお店を継がずに医者になり京都府京都市で開業。山城さんはそんな開業医だったお父さんと看護婦だったお母さんのもと、近所に遊郭がある繁華街千本というところで二人兄弟の長男として生まれ育ちます。実はこの千本の周辺は被差別部落や在日韓国朝鮮人の部落で、お父さんはそのど真ん中で医院を開いていたのですが、部落の患者さんのため雨の日も風の日も往診に行くほか、誰かに何かあれば夜中でもすぐに患者さんの元へ駆けつけるような医者だったそうで、貧しく治療代が払えない患者さんには、治療代いらんからわしの浄瑠璃聞いてくれと迫り、治療代の代わりに米や野菜をもらってくることもあるなど、生活は少しも潤わなかったことから、山城さんはこんな割に合わない仕事はないと貧乏医者だったお父さんを見て、医者を継ぐ気にはならず全く医者になる努力をしなかったそうです。その後いつ頃かは不明ですが、お父さんは糖尿病を患い、さらには結核にもかかり他界されているのですが、お父さんのお葬式にはたくさんの人が集まったそうで、山城さんはお父さんがこんなにも慕われていたことにびっくりされたそうです。また山城さんがその後俳優となり、撮影で京都に戻った時にも地元の人たちから「ボン、やっさん」と声をかけられ、誰かなと思っていると、昔お父さんの医院の待合室で会った人たちだったことを思い出し、その人たちと話をするうちに
あんたの親父さんに直してもらった後やっと、いきなり傷口を見せてくれたこともあったそうで、やがてそんな患者さんの姿を見ることが嬉しくなり、また親父っていうのは偉い人だったなと気づいたそうです。そこから両親と同じ道に進もうと決意し、医大への進学を考えて大阪医科大学や関西医科大学を受験したそうですが、いずれも不合格。そのため医師の道を諦め、時代劇スターに憧れていたこともあり、エキストラを経験してから東映ニューフェイス第4期に応募して1957年に東映へ入社。その後俳優として活躍するとともに、その生い立ちから差別問題や部落問題を常に肌で感じてきた人物で、著作の現代川原古事記行では部落問題に触れており、芸能と被差別部落について自身の見解を残しています。杉良太郎、1965年歌手としてデビュー、杉様の愛称で知られ、俳優としてテレビ朝日系遠山の金さんなど時代劇を中心に活躍しました。また民間人初の特別強制官に選ばれています。また福祉活動に対する精力的な活動が認められ、平成20年春の緑樹褒章を受章しています。杉良太郎さんの出身地である兵庫県神戸市長田野区番町は西日本でも最大の被差別地域として有名で、阪神・淡路大震災では差別問題に触れることを恐れたマスコミが報道を控えたため、人知れず消滅することとなったそうです。このような理由から杉良太郎さんは被差別地域出身者と噂されました。杉さんのお父さんは建築業を営まれていたのですが、その傍ら趣味が高じて神戸市に大衆演劇の芝居小屋民衆座を作られるほど芸事が大好きだったそうで、杉さんはそんなお父さんのもと4人兄弟の末っ子、上にお姉さんが3人として誕生すると、お父さんの影響を受けてか幼い頃から地元ののど自慢大会に出場するなど、歌を歌うことが好きな子供に育ちます。また杉さんはお父さんの芝居小屋に入り浸っては、どの役者が伸びるか、どの出し物がヒットするかを観察し言い当てることができたそうです。しかしその後、お父さんが何度も他人の保証人になったせいで財産を失い、杉さん一家は困窮を極めたそうで、杉さんは中学に入ると、早く働いて親を楽にしてあげたいとの思いから、どうやったら貧乏から脱出できるかということばかり考え、結果船乗りになろうと中学卒業後海員養成学校に入学されるのですが、視力が悪かった杉さんは約1年で中退せざるを得なくなり、船員になることを断念されたのでした。その後杉さんはヒットすればお金が稼げると歌手を志し、神戸の憂鬱歌謡学院に入学されると、憂鬱歌謡学院在学中に出場されたオーディションの全国大会で作曲家の市川翔介さんにスカウトされて、18歳の時歌手を目指して上京。3畳一間のアパートを借りられると、まず知人のカレー屋で午前6時から午後11時まで無休無休で働き、3食カレーを食べるという生活を送り、週2日は歌のレッスンを受けるためにカレー屋のあった向こう島から市川家のあった上野まで片道2時間歩いて通われたそうで、杉さんは無給で働いたのには理由があります。どんな仕事にも苦労はありますが、人は報酬があれば動きます。つまりお金をもらって働くのは当たり前のこと、1円も報酬をもらわないという当たり前ではない道を私は選んだのです。これを辛抱できればどんなことにも耐えられて歌手になれると思ったのです。ただ一つ、お店が休みになる元日は心細かったです。仕事が休みなのに行くあてもなく話す相手もいないので、天の前を行ったり来たりしながら日が暮れていく、その時が何とも言えず不安でした。週2日の歌のレッスンにはカレー屋がある向こう島から上野まで歩いて通っていました。お金がなかったので電車賃がなく片道2時間歩きました。冷たい雨粒が体に当たっても風が吹きつけても
コートなんかありませんし、喉が渇いてもペットボトルの飲み物なんてなかった。今思うとあれで体も鍛えられたのではないかと思います、と自ら苦労を選んだ理由について語っておられます。三國連太郎、個性派俳優として日本映画界を牽引し、圧倒的存在感をスクリーンに残した日本を代表する名優の一人です。主演助演を問わず幅広く出演、映画出演の本数は180本余りに及んでいます。電気職人だった養父が被差別部落の出身であることを公表しており、差別問題に関する著作、講演活動なども行っています。養父との関係は良く、母親よりも養父のことが好きだとインタビューで述べています。三國さんのお父さんは普段は優しかったのですが、怒ると殴ったり蹴ったりといった暴行をされたことから、三國さんはお父さんから逃げることしか考えられず家出を繰り返していたそうで、中学を中退されるとなんと朝鮮半島から中国大陸へと家出、現地では弁当売りなどをしながら生活されていたのだそうです。そして帰国後は大阪で皿洗い、ペンキ塗り、旋盤工などさまざまな職を転々とされていたのですが、1943年大阪で働いていた二十歳の三國さんのもとに徴兵検査の通知が送られてきたそうで、三國さんは実家に戻り検査を受けられると講師合格すると、その後三國さんに赤髪が来るのですが、三國さんは暴力や人の勇気が嫌いだったことから、戦争に行きたくない、戦争に行けば殺されるかもしれない、死にたくない、なんとか逃げようと、当時同居していた女性と一緒に中国へ行くため貨物列車に乗って九州を目指すことに。そして三國さんは途中で郷里に残してきた家族が心配になり、お母さんへ宛てて心配しているかもしれませんが自分は無事ですという内容の手紙を投函されるのですが、この手紙の投函スタンプのせいで居場所が分かってしまい、三國さんは佐賀県の唐津で憲兵に捕まり連れ戻されてしまったのでした。ちなみに徴兵から逃げた家は村八部となるため、それを恐れたお母さんが憲兵に通報したのだそうです。村八部となると地域の住民全員に交際を断たれ、焚き木や肥料も入手できなくなり、事実上生活ができなくなったそうです。こうして三國さんは歩兵第34連隊に入れられると中国大陸の前線に送られるのですが、戦地へ向かう途中体を壊して熱病にかかり、10日もの間意識不明に、このような状態からすでに死んだものだと思われ、工場の隅で藁の敷物をかぶせられ放置されたそうで、その後ついに役場まで運ばれ、いざ役番となって敷物を剥ぎ取られた時に目を覚ましたのだそうです。そしてその後三國さんは観光の兵器勤務課に配属され、無事終戦を迎えることができたのでした。いかがでしたか。ここまで被差別地域の出身芸能人有名人を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。法律は変わっても肝心な日本人の心が変わらない限り差別はなくなりません。世界から差別がなくなることを祈るばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。